豊川市民病院ではあさってから市内で初めてドクターカーが導入され、昨日は実際に乗務する医師や看護師などが参加し出発式が行われました。ドクターカーには救急医療に必要な機材などが積み込まれ、一刻を争う現場に医師と看護師が直接駆けつけて治療を行うことができます。重症救急患者さんの救命率の向上というところをまず狙っています。災害時にも意欲を発揮してくれるだろうということを期待しています。豊川市民病院では水曜日を除く午前9時から午後4時の間で出動要請を受け付けています。